ははいこんにちは、えー、今回はハートフォードさんから出ているですね、えー、コルトシングルアクションアーミーワイアットアープモデルというものをご紹介させていただきますワイアットアープモデルというのはですね、まあ、要はバントラインスペシャルと言われるものですねでバントラインスペシャルっていうのはこのシングルアクションアーミーの超重心のことを、まあ、みんな指すんですけれども、えー、っとメーカーによって重心長はちょっと違いますね MGC なんかの場合もこのぐらいだったと思いますけれども今度ご紹介しますけれどもねえっとこのモデルは12インチぐらいですかねでバントラインっていうのはですね新聞記者のことだったと思います間違ってたらご訂正くださいえっとワイヤートアップっていうのは割とまああのえ保安官として OK 牧場の血統とかでも有名ですけれどもまあその後もですね非常にあの 言葉が悪いんですけれども、まあ、自己顕示欲というんですかね、わりと自分大好きで、ですねあの自分をモデルにした映画の撮影にですね顔を出してみたり、ですねあるいはその新聞社のインタビューに答えて、ですねちょっと話を膨らませたりとか、ですねそういったあのなかなか楽しいおじさんだったようです。でこののバンントラインスペシャルというのはですね えバントラインさんっていう、ね、あの新聞記者がですね、ワイヤーットアップに送ったというふうに私は記憶しております。どうでしょうか私はあの結構知識いい加減なんで、あの間違ってることがあったらどんどん訂正してください。で、この動画の目的はですね、以前も申し上げましたが、モデルガンの世界にですね、若いお友達をどんどん引きずり込んでですね、何しろこの玉の出ないモデルガンですから。 弾が出なくて安全なものでどんどん遊んでいただくことでこの業界を活性化していって安心して我々も新しいモデルが楽しめるというのが狙いですからそういった意味ではですね知識はどんどん詳しい方からというふうに思っておりますでハートフォードさんはですねこのシングルアクションアーミー、まあ、ウエスタンに出てくる西部劇の拳銃ですねこれにですね非常にあの力を入れてくれてまして ファストドロースペシャルつまり早打ち専用のモデルとかですねあるいはキットモデル、まあ、そういったもので連会にですね若いお友達で楽しんでもらえるようなモデルを出したりあるいはファストドローコンテストまあ簡単に言うと早打ち大会をですね主催されたりですね非常にあの積極的にこのシングルアクションアミーを、えー、リリースしてくれている会社さんですでこのモデルはやっぱりまあ私が飛びついたのはですね このスラッとした重心調と合わせてですね、この機関部の部分ですね、この周りがですね、ケースファードン仕上げということでですね、ちょっとレトロな感じを楽しめるようにもなっていると。で、正直がっかりしたのは、この、頼むから、こう,こういうのは、私はいりません。もっと渋めのやつが欲しかったというところですかね。で、ハートフォードさんだけではなくですね、えー、例えば田中さんも、 あるいはまあ、えー、もう廃業してしまいましたけれども、国際産業さんもですね、まあ、結構このシングルアクションアーミー、要するにまあ、我々で世界でいうところのピースメーカー系、こういったものをどんどん出してくれてるところもあってですね、これ、まだまだなんか消えそうもないような感じで、これからも楽しみな、えー、カテゴリーというふうに考えております。やっぱりあの、この、なんていうんですかね、この形。 もうそれがもう私にはもうウエスタン大好きだったんでもう頭にこう焼き付いてしまってますんで、まあ、だから今でもですね改めて大きな、まあ、プロジェクターを使って大きなスクリーンで見ているとですね王子の西部劇の中にですねおっと思わせるような銃が出てきたりですね、まあ、そういうのを見ちゃったりするとですね、まあ、当然、いっぱいやりながらですねもうおっと思ったその反応で、まあ、ついつい手に取ってしまいたくなるモデルというところでしょうか。 まあ残念なのはこの着ぐりですねもうちょっとあの何て言うんですかね色濃い方がいいななんて思ってるんですけれどもねもちろんこのモデルガンも、えー、発火が楽しめます、えー、それ以前にまず安全対策として見てください銃口のすぐのところにこれインサート入ってますからまあ普通モデルガンだって分かりますよねでそれとシリンダーのところのインサートもしっかりと入っています あの時々グレーゾーンを行こうとするようなカスタムショップとかですね、えー、メーカーさんいらっしゃるんですけれどもやはりモデルガンを長く楽しませるためつまり市場を生かすためにはですね、きちんと、まあ、重当法は守った形でですね、えー、しっかりとした安全対策を施した製品をこれからもどんどん供,も供給していただきたいと思うところでございます。